こんにちは。先進機能材料研究室の高橋です。こちらの研究室は大阪産業技術研究所の森の宮センター内に設置されています。企業支援を目的とした研究所ですので、企業との共同研究も多く、日常的に企業の方が出入りしています。研究室としては電池と高分子の2つのグループに分かれて、全固体電池や生分解性プラスチックの実用化に近い研究を行っています。ぜひ見学に来てください。先進機能材料研究室の客員准教授をしております山本です。電池グループに所属しております。燃えない安全な電池の開発を目指して、全固体電池に適した高容量の腐極材料の研究や硫化物系全固体電池のプロセス開発に取り組んでおります。電池の開発には従来の電気化学や無機化学といった分野に加えて、有機化学など幅広い知見を結集していくことが重要です。ぜひ皆様がこれまで学んでこられたことを生かして、新しい発想で我々と電池の研究をしませんか。お待ちしております。皆さんこんにちは。先進機能材料研究室高分子グループの門田です。私たちは高分子の精密合成、バイオマスの有効活用について研究しています。特に独自の有機触媒を開発し、分子量の揃ったポリ乳酸の精密合成に取り組んでいます。科学の分野はもちろん、他の分野の出身でもレベルの高い研究に取り組むことで、皆さんが成長していくことを期待しています。